おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日3月29日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。今日も西日本、東日本は高気圧圏内、日差しがたっぷりと降り注ぎます。ただ朝晩は冷えるため、一日の寒暖差に注意をしてください。春霞や桜の開花など、春を感じる日々が続きます。見ごろを迎えた桜の名所も増えてきています。今年は早めのお花見計画がおすすめです。東北は前線が通過する影響で雲が広がりやすく雨の降るところがあります。折りたたみ傘をお持ちください。また雨の後は気温がぐっと下がるため冬の小物があると良さそうです。ではここからはアイコンでお天気を見ていきましょう。今日も西東日本は日差しがたっぷりと降り注ぎ、昼間は上着いらずの暖かさとなりそうです。東北エリアはだんだんと雲が増え雨が降り出します。北陸や西日本の日本海側も夕方以降は雨が降り出す可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。北海道は日差しが届き穏やかな空、ただ夜は道北エリアを中心ににわか雪の可能性があります。また北日本は昨日に比べぐっと気温が下がります。夜は朝よりも冷えるところが多くなるため、帰りに備えて暖かい服装でお出かけください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。